皆さんこんにちは。泣き歌の貴公子と言われるイケメン歌手の林部聡さん。病院で支える大物彼女の正体やヤバい年収額について紹介します。まずは林部聡さんの経歴とプロフィールから紹介します。林部聡、1988年5月7日は日本のシンガーソングライター、ラジオパーソナリティ、山形県新庄市出身。身長172センチメートル、所属レーベルはレーベックストラックス。山形県新庄市生まれ、山形市育ち。よく林部さんの歌手としてのジャンルは何になるのですかと聞かれるのですが、一言で言うのは難しくて、所属レコード会社は若者が好む J-POP が主流。僕のレパートリーには歌謡曲やカバー曲などもあります。自身で作詞作曲した楽曲もあるため、シンガーソングライターとご紹介いただくことも。さらに林部聡名義では日本の懐かしい唱歌や童謡といった叙情歌を歌っています。よく間に泣き歌の貴公子とつけていただくのですが、しっとりと心に訴えかけてくるという評価を得られたのならとても嬉しいことです。バスケットボールの強豪校への進学を考え、高校受験をするものの失敗し、一浪の末に山形県立山形南高等学校に合格。バスケットボール部に所属し全国大会に出場、山形県の国体選手になるなどの結果を残している。高校卒業後、鶴岡市庄内看護専門学校に入学。在学中にうつ病を経験し、看護師を目指すのが困難になり引きこもり生活となる。中退し、アルバイトをしながら放浪の旅を続ける。北海道礼文島のホテルで働いている時、友人にその声で歌手を目指さないのはおかしいと言われたことがきっかけとなり、音楽活動に専念することを決めた。 ESP ミュージカルアカデミーボーカルコースに入学し上京。新聞小学生として懸命に働き学業との両立を図る。スクールでは首席を収めていたが、数あるオーディションに合格できず、卒業後の歌手デビューは叶わずにいた。一度は歌手になることを諦め、東京ディズニーシーでキャストとして働くが、テレビ番組ザ・カラオケバトルからオファーがあり出演。これを機にボイストレーナーの仕事に就き、今一度歌手を目指す。ザ・カラオケバトルではなかなか優勝できずにいたが、2015年1月に今回優勝できなければ今後の出演を辞退する覚悟で挑み初優勝。その後も優勝を10年。2015年の年間王者を決める大会で、番組史上初となる予選決勝連続100点満点を叩き出し完全優勝を決めた。翌2016年の年間王者にも輝き連覇している。自身の音楽活動に専念するため、同番組は殿堂入りという形で卒業した。2016年2月24日シングル「会いたい」でデビュー。今最も泣ける歌として口コミで広がり、発売後4ヶ月で優先全国ランキング1位を獲得。その後もロングセールスを続け15万枚を突破。2016年末には第58回輝く日本レコード大賞新人賞、第49回日本有線大賞新人賞を受賞。2017年2月セカンドシングル「晴れた日に空を見上げて」をリリース。テレビ朝日系木曜ドラマ「就活家族きっとうまくいく」の主題歌に使用される。2017年12月にはテレビ朝日系のテレビドラマ「トットちゃん」に坂本九役で出演して「上を向いて歩こう」を熱唱し俳優デビューする。2018年1月10日ファーストアルバム「1ファースト」をリリース。収録曲「運命の人」がテレビ東京系金曜8時のドラマ「匿名刑事確保の女」の主題歌に使用される。2018年秋から林部聡として日本の唱歌や童謡「美しい調べ」を歌い継ぐ叙情歌コンサートを開始。2019年3月には初の叙情歌アルバム「金銭歌林部聡叙情歌を道連れに」を発表。2019年8月21日フィフスシングル版として山形県出身の大先輩歌手である岸陽子の名曲「希望」をカバーして発売した。2016年にデビューして以来、コンサートアーティストとして生の歌声を届けることを第一に活動しています。この秋全国ツアーで9月の千葉を皮切りに12の都市を回り、11月に神奈川で千秋楽を迎えました。よく
林部さんの歌手としてのジャンルは何になるのですか？と聞かれるのですが、一言で言うのは難しくて、所属レコード会社は若者が好む J-POP が主流。僕のレパートリーには歌謡曲やカバー曲などもあります。自身で作詞作曲した楽曲もあるため、シンガーソングライターとご紹介いただくことも。さらに林部聡名義では日本の懐かしい唱歌や童謡といった叙情歌を歌っています。よく間に泣き歌の貴公子とつけていただくのですが、しっとりと心に訴えかけてくるという評価を得られたのならとても嬉しいことです。林部聡さんの年収がやばい。歌手業界とミュージシャン業界はかなり厳しい状態にあるとされており、業界的にも音楽不況とされている今の時代、から売れる歌手になるのは容易ではないとも言われています。確かに実力のある歌手は山ほどいるわけですし、ルックスやセンスなどといった歌唱力以外の分野も必要になってきますから、そのライバルたちに勝っていくのは相当な努力と分析力が必要不可欠になってくるでしょう。とにかく業界関係者が口を揃えて言うのは、もう今の時代はスマホからのダウンロードで簡単に音楽が入手できる時代、CD など超有名アーティスト以外はほぼ売れないとコメントしていることから、新規参入した新人歌手がそう簡単に売れるほど甘くはないと推測する。なので新人デビューした実力のある歌手でも最初の年収は300万以下が当たり前と言われており、300万あればめちゃくちゃ言い方だとも言われる関係者もいてるい。そこで今回の林部さんは2016年の第58回輝く日本レコード大賞の新人賞に選ばれ、シングル会いたいでメジャーデビューを飾りました。これは俳優の小池徹平が出演する佐竹俊捕物控え冬夏のショーの主題歌として起用されており、チャートには連続してトップ10入りを果たしているなど、これからの売上枚数が気になるところでもあります。例えば事務所の給料体系が固定報酬制なのか歩合制なのかにもよって林部さんの収入は違ってきますし、作詞作曲をするのかしないのかにもよって大きく年収は異なってきます。アルバムの売り値が1000円だったとしたら、歌手にはいる収入はたったの約9円ほどだと言われており、そこに作詞作曲をすれば約35円が加算されます。つまりこれだけの差でミリオンなどに輝けば約900万と4000万ぐらいの差が出るんだそう。したがって自分で作詞作曲して完全オリジナルで CD を出した方が何百倍も稼げるというわけです。なのでまだまだデビューしたての林部さんの年収は推測ですが300から400万位だと思われ、これからが勝負ということになるでしょう。ネット上で話題の林部聡さんのタトゥーについて、胸元に彼女の名前が刻まれているとの噂がありますね。一体その真実はどうなのでしょうか。恋人が本当に存在するのかは不明ですが、もし実在するのなら彼女は林部さんにとって非常に特別な存在であることでしょう。林部聡さんにはゆきちゃんという名前の恋人がいるとの噂もありますが、詳細は不明です。彼はその甘い歌声と同陳芳邦を彷彿とさせる外見で多くの女性ファンを魅了していますが、彼のプライベートについてはあまり公にされていません。ファンを第一に考えるあまり恋人を作ることが難しいという噂もあり、その人柄の良さが伺えます。実は林部さんは現在一人で生活をしており、ゆきちゃんという名前の子猫を飼っているそうです。このゆきちゃんか彼にとっての現在のパートナーのようです。林部さんの結婚に関する詳細情報は現時点で明らかになっていません。過去には結婚に対する願望を口にしたことがあるものの、結婚の事実は確認されていないようです。また彼が理想とする女性のタイプに関する明確な情報も公開されていませんが、アニメやサブカルチャーに興味を持つ女性が好みかもしれないと推測されています。過去に彼女がいるという噂が流れたこともありますが、それを裏付ける確かな情報は見つかっていません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。